はい、皆さんこんにちは、こんばんは。つるチャンネルのつるちゃんでございます。さあ今日はですね、東京ディズニーリゾート、オリエンタルランドでですね、株式会社オリエンタルランドがちょっと発表しました年パスのね再開について、これ結構上がってましたので、これについて今日はお話をしていこうと思います。はい、でそれでですね、この株式会社オリエンタルランドがですね、2023年3月期の第3四半期決済、2023年1月30日の月曜日にですね、質疑応答 の内容がですね、公開されました。でその質疑応答の中でですね、年間パスポートの今後の方向性、考え方についての、質問がなされたんですけども、オリエンタルランド側がね、それについて回答したんですけども、過去のね年間パスポートの、ユーザーの来園頻度と現状の入園者数を制限しているこの体制からですね、従来の枠組みでの再開は難しいというコメントをしているということでございますね。この年間パスポート、近々販売することはないといったような、これは形だと思います。これオリエンタルランド側としてはですね、年間パスポートのユーザーさんはですね、コアなファンとかね、そういったとてもコアなね、ファンであるということで、重要な存在だという、認識はあるんですけれども、このコロナ禍とかでね、いろいろ制限された中での、この復活は難しいといったような形ですね。でもできる施策をですね、担当部署で検討しているといったような形でございます。でこの年間パスポートはですね、2020年の2月の臨時休園からこれ販売を休止して、2020年中はですね、年間パスポート所持者に対して抽選で入園できる制度を運用したりとかね、仮でそういった運用もしてたんですよね。で2020年10月にはですね、有効期限の延長を中止してですね、もう所持者全員が返金対象ということになっているわけなんですよね。はい、でこの年間パスポートねのことなんですけども、今回最近はですね、このオリエンタルランドさんは、体験価値ですね、ディズニーパークの入園した際の体験価値を上げるといったことにですね、かなり注力をしている今状況でございます。そしてかつですね、そのコアなファンもとても大事にしてはいるんですけども、コアじゃないところですね、まだディズニーパーク初心者というか、ディズニーパークをあんまりまだハマってない人とかね、そういったライト層っていうんですかね、コアじゃない方ですね、ちょくちょく遊びに来てくれる方、コアじゃない方向けを今集客しようという感じでございますね。これはですね、コロナのいろいろ制限がありましたので、なんとか、コロナ禍でだいぶ利益というか、収益がねかなり落ち込んだ状態ですので、なるべく多くの人を入れてですね、この利益をね、収益をなんとか復活させたいというような思いがあると思います。そういったところでですね、年間パスポートというものを今作るとなるとですね、その年間パスポートで365日いつでも入園できるという状況になってしまいますので、より多くの方にお金を落としてもらうためにですね、この年間パスポートというのはなくしてですね、いろいろ新規のゲストであったりとか、そういった方たちでね、ファミリー層であったりとか、そういった方たちを今なんとかターゲットとしてですね、復活しようとしている状況ですので、この年パスのね、従来の年パスの復活っていうのは、これは今後はもうないのかなっていうような気がしておりますね。でこの年間パスポートっていうのは、やっぱり今までですとね、365日やっぱ入れるので、体験価値を上げるといった意味ではですね、年間パスポートを多くの人に買ってもらうとですね、365日ですね、いつでも入れますので、そういった分のこのゲストの入りのね見込み、そういったものがちょっと見づらくなるというような感じなんだろうと思いますね。もちろんこの年間パスポートを持っている人はとてもコアなファンなので、例えばイベントがあるとか、
新しいイベントが始まる、新しいグッズが販売される、新しいショーが開始される、そういったところでですね、スニークといって、実際のね、公式で発表しているその発売日であったりとか、オープン日であったりとか、そういったところの前よりですね、スニークといって、それより前にですね、リハーサル的な感じでこう皆さんにお披露目するといったようなね、機会があったりするので、そういうイベントであったりとか、新しいグッズであったりとか、新しいショーであったりとか、そういったものが開始するときには、そういう年間パスポートさんの入園ですねが結構期待されるので、そういうイベントとかそういう時の前後では、このゲストのね、いろいろ入り込みの計算がしやすいと思うんですけども、例えばそれ以外の日とかですね、平日であったりとか、そういったところにですね、一体、普通のね、一般販売されている、チケットの購入者の数は分かりますけども、それ以外にですね、例えば年間パスポートを持っている人が、いつ入園してくるのか、いつ入園して、どれだけのね、こう入園が考えられるかっていう、やっぱ計算がしづらいっていうのもあってですね、このやっぱ年間パスポートっていうのが、廃止されてるってことなんです。思いますね。で、今この年間パスポートがない状態で、普通の一般チケット、今販売されている状態ですので、今そのチケットがどれだけ売れているのかとか、そういったことでですね、このゲストの今コントロールが、しやすい状況になっていると思います。で、このゲストのコントロールを、することによって、その日のですね、ディズニーパークの体験価値を上げると、混雑度であったりとか、そういうことが予想されるので、そういった運営をこう変えながらですね、そういった体験価値を上げるということに注力している今段階、それが今のこうオリエンタルランドの運営の方法なのかなという感じがします。なので、この年間パスポートの再開が難しいっていうのね、あるんですけど、そういったね、背景がこれあるんじゃないかなというふうに思っておりますね。で、一方は日本はそういうふうにしてるんですけど、じゃあアメリカとかはどうしてるのかっていうことなんですけどね、アメリカも実はこれ同じような感じで、アメリカもですね、やっぱコロナのが始まってからですね、やっぱりその2020年にやっぱ臨時休園してから、パスポートの年間パスポートのね、販売をこれ実は休止、アメリカでも休止しております。で、払い戻しの対象ともなっているんですよね。で、2021年とかはですね、新制度をこう導入してですね、この年間パスポートに代わる新たな、ね、マジックキーっていうものをこう提供しているということです。で、このマジックキーはどういうふうになっているかっていうと、入園に対してはこの事前予約をしてですね、その年間パスポートというか、このマジックキーのいくらこのグレードはこう分かれてるんですけど、それグレードによって場外日であったりとか、予約の、ね、可能数が定められているといったような状況になっている、このマジックキーというものを導入しているということなんです。で、これはですね、事前予約なので、このゲストのね、コントロールがしやすいんですよね。いつどれぐらいこの事前予約されているかってことで、どれぐらいのマジックキー所持者の人たちがこう入園してくるのかっていうのが計算しやすいので、そういった今運営にやっぱりアメリカの方もなっているということですね。なので、日本のオリエンタルランドも、こういうことをやっていくんだと思います。昨年でしたかね、実はオリエンタルランドもですね、入園指定日がこう決まっている、パスポートっていうのをもう仮運用で一回こう販売しましたね。これ一回ちょっと仮運用でやったんですけども、なかなかうまくいってないというか、結構批判が多かった、これチケットということになっておりますね。これをちょっと今後ですね、改善して、ゲストの皆さんに、利用しやすい形に、なるんだと思うんですけども、それがですね、いわゆる、年間パスポートみたいな、今後取り扱いに、なっていくんじゃないかなと思います。アメリカで今やっているまさにもマジックキーみたいな形で、入園に事前予約をしてですね、その、指定した、入園日で、入るといったような、形に、やっぱ今後はそういう形になってくると思いますね。だから従来の、入園パスポートの従来の年間パスポートのやり方はもうね、難しい、厳しいですけども、こういったね、アメリカで実際やっているこうマジックキーのような、運営の仕方はですね、今後これオリエンタルランドの方でもこれやっていくんじゃないかなっていうふうにね、思っております。
ということで、まあ従来のね、まあ、年間パスポートがやっぱりね良かった、まあ、365日やっぱ入れますんでね、本当それが良かったっていう人は、まあ、本当たくさんいると思うんですけども、まあこれはやっぱり時代の流れでですね、まあしょうがないことなんじゃないかなと思います。まあ、アメリカの方でももう年間パスポートを廃止して、このマジックキーがやっぱ導入されているということなので、まあ同じ日本でも、まあ、オリエンタルランドもですね、これはあの似たようなやっぱり運営に、まあ、なってくるとこれは思いますね。まあ、これはもう仕方がないことなんだなって思いますね。やっぱ時代の流れなので、まあね、従来の年間パスポートがちょっとなくなっちゃうのはね、確かに寂しいですし、ね、特に、千葉近郊に住んでる人、都内に住んでる人、なんかこれね、行けなくなる、年間パスポートが、ね、なくなるっていうのは悲しいと思うんですけど、時代の流れがあるということだと思います。ということで、まあ、今回はですね、まあ、年間パスポートについてですね、まあ、オリエンタルランドの方の質疑応答のところでですね、まあ、そういった回答がありましたので、まあ、今回はねそれについて話してみました。まあ、今後もまたいろいろ運営変わっていくと思いますし、まあ、体験価値を上げるといった意味でいろいろ変わってくると思います。まあ、ファーストパスも今変わってね、ディズニープレミアアクセスとかになっておりますし、まあ、アメリカの方もですね、そういう、まあ、有料のサービスですね、まあ、ジーニープラスというのが、はい、始まっていて、それもあのアトラクションね、まあ、ファーストパスはなくなった代わりに、まあ、有料で払うことで、そういうライトニングレーンっていうんですけども、まあ、優先的に案内できるレーンを作ったりしておりますので、まあ、今後もいろいろやっぱり時代に合わせて運営変わっていくと思いますので、皆さんもね、ぜひそういうところを情報注目してですね、実際にディズニーパーク行く際にはですね、そういった情報を気にしながら行ってみると、また、個人個人のですね、そういうディズニーパークの、まあ、体験価値も上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、今回はね、年間パスポートについてお話しいたしました。本日も最後まで皆さんありがとうございました。それではね、また次回の動画でもお会いしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ、ハブアナイスデイ、バイバイ。